どうも皆さん、こんにちは、スタイタソです。ということで、急遽撮影というか、してるんですけど、オープニングの前にね。実はですね、今月の10月16日の日曜日、仙台の卸町にあるサンフェスタという施設で、伊達な虫フェスですね、タイタソチャンネルも出展いたします。はい。そこでですね、またオリジナルタイタソの、今度はね、カブトムシのね、カブタソキーホルダーとか、あと生態も、結構、持ってく予定でした。まあ、いろいろラインナップ揃えております。お時間ある方はですね、午前11時から午後の15時、3時までの短い時間なんですけれども、遊びに来てください。私もいます。どうも皆さん、こんちは、タイタソです。はい、ということで、はい、今日は何をしていくかというと、今日も自撮りでございます。タイタソの動画の中でですね、というわけで人気がないコンテンツシリーズというわけじゃないんですけど、まあ私はですね、本当に、まあ、趣味で飼育をこうしてるわけなんですけれども、最近というか昨年から、取り組んでいる、ウッディウッディウエストウッディオオシカクワガタですね、原名亜種の方を、昨年からブリードして飼育してるわけでございます。はい。で、その経過なんですけれども、結構ね、結構数十頭幼虫が取れました。はい。その中でやっぱり幼虫のうちにとか卵のうちに落ちてしまう個体もありまして、もう現在ですね、まあそれでも数十頭はウッディの幼虫を抱えております。そのウッディのですね、熱望はされていないけれども、個人的にはここまで飼育したんだよっていうか、ここまでの成長記録だよっていうことで、今日はですね、ウッディのボトル交換をしていきたいと思います。イエーイイエーイ、はい、イエーイって、私は個人的にイエーイなんですけど、はい、ここね、もうちょっと映ってると思うんですけど、この2つのこの、これが全部ウッディの幼虫になります。はい。ちょっとお見せしたいと思うんですが、こんな感じで大きくなってます。菌糸も随分劣化してしまったので、今日は菌糸と今私マットで2つの種類で育てていて、菌糸に入れている子たち、菌糸を食べると判断して入れている子たちを今日はまあ数十頭ボトル交換をしていきたいと思います。それではやっていく。はい、ということでやっていきたいと思います。後ろにちょっとあります。よっよっ、こちらがこちらがウッディですね。はい、こっちと、今日菌糸入ってるやつ、これも劣化してるんですけど、まあ、これとかですかね。まあこれとこれと、まあ、これとこれと、まあ、これも全部ウッディです。マットに入ってるのはまだ交換したばかりなので、映んないですけど、こんな感じです。はい、こちらが全部ね、ウッディの幼虫になります。ただ、これの菌糸に入って劣化してるやつだけ交換していくって感じですね。よし。で、本日交換するのは、まあ、こっちの方かなと思いますね。菌糸ですが、こっちの 1400cc。河原菌糸ですね。で、リスクは犯したくないんですけど、基本的にちょっとこれを消毒しますね、器具を。まあ掘るのはね、いいんだけど。ちょっとね、劣化がひどいやつからね、やっていこうかな。これとか、どうやらというか、オスです。ウッディの、オスでーす。どれぐらいいってんだろう。ちょっと1匹測ってみます。14g。まだね、菌が。これちょっとクイカスも入れた方が多分いいんですよね。で、結構ウッディってなんかね、潜るのが下手なイメージが強くて、で、結構奥の方まで穴を掘ってあげないと、ちょっとこのクイカスを入れます。自分のね、バクテリアを、この大事なね、糞を混ぜて、ちょっとまあ入れていきましょう。
大桑のようにね潜るのがそんな上手じゃないらしいので、ひとまずはい公開いたしました。まあちょっともっと奥にポトッとね落としてあげるのがいいんだと思うんですけど、どうなんだろうな、ちょっとなんかやっぱちょっと難しいですね。この子もうここに見えてるんで、結構ねほんと品種硬いのよね。この子もオスかな。でこの食べかすを入れたい。でイグイしてるんですよね基本的に。なんか面白いなと思ってイグイ、なんか大きく移動するイメージがないから触感が出なくて、あ死んじゃったんじゃないかって不安になるんですけど、そんなこともないというか、幼虫自体はすっごくね弱いわけじゃないイメージですね。割と丈夫な方じゃないかと思う。混ぜ込んで、混ぜ込みわかめ、バクテリアをまぶし、出来上がりました。出来上がりっていうほどの工程じゃないですけど、潜ってってくれるかはちょっと本当わかんないですけど、確実にこれはちょっともう青カビ生えてんね。なんか青カビ食べさせたくなかったんですよね。青カビはね食べちゃうと糞の中に混じってまたカビが発生するんで、やっぱオスなんですよね。オスでもなんか不思議なことに打っていってなんか孵化した日、その早く孵化したから成長が早いとかっていうことでもなく、なんか多分ね不思議なんですよね。その餌がちゃんと合っていたりとかすればなんかちゃんとその大きくなるっていうか、なんかあんま食べなかったりすると軒並みなんか小さかったり、まあメスっていうのもあるかもしれないんだけど、でもなんか成長速度はなんか違う気がするんだよね。まあ、これ個人的な私の意見ですよ。だから潜ってかないで上にいるからさっていうのがあるんだよね。この子ですかね、ここにいる。もう劣化がひどいけど、これ開くのか。ああもう、あ、はい、はい、はい。おお、この子もうオスだな。オスって書いてあるけどオス？いや、いや、まあオスでしょうね。ちょっとちっちゃめですけどオスですね。まあね、オスはまあちょっと禁止で早めにあげて、大きくして早めに成虫にして、一番問題なのは多分浮かずれですよね。浮かずれした場合かなと思ってます。劣化すごい。あ、メスですね。あの卵巣はさ、これが卵巣か。ちゃんと見えるかな、ちょっとわかんないかな。メスですねメスですっつって、では次。ほい、おお、あ、結構大きいんじゃない。リグイしてたからね、なんか大きいかも。ちょっと重さ測ってみるか。お、15g。 まあ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 似たり寄ったりですけど、どうなの。ウッディに詳しくないからなんですけど、だいたいオスってどれぐらいの重さがあれば大きくなる。よし、じゃあこちらですね、オスです。はいっと。いやー、ここまでね、まあでも今年中にどうなんでしょうね、羽化するかっていうとちょっとわかんないですね。まあ今年あと半年でどうなるかはちょっとわかんないですけどね。早ければ今年羊化する子もいるのかな、来年かな。まあ、3例ですからね、もうね。よし、でちょっと今日は、まあ、残り1本こちらやってきます。まあイグイなんですけど、やっぱ劣化してるんでオスですね、判別的には。ただね、よし、よっ、下の方でイグイして、あ、待って、スプーンが回ったちょっと待ってスプーン、まあ、あとね無事にねこの菌糸に適応して、新しい菌糸馴染んで
潜って食べてくれるといいんですけど、巨食になっちゃったりとかしたら嫌だなっていうところですが、まあ同じ種類の菌糸なんで、菌糸の種類を変えたりとかしたわけじゃないから、やっぱりどうしても菌糸を食べない子っていて、やっぱマットですね、マットだと潜ってくっていう感じもあって、で今半々ぐらいですかね、多分マットと菌糸の飼育だとちょっと成長に差は出ちゃうと思うんで、そこはもうしょうがないんですけど、あとオスだね、もう1本ぐらい菌糸をね交換することになるかもしれないし、オスだとね、これで最初 200cc のプリンカップの菌糸に入れてたんですね。でそっから800に入れたんですけど、ちょっとあと1本ぐらいなのかな、オスは。メスは2本目でいいのかな、まあ、ちょっとそこもわかんないんで、なんせウッディ初めてやるんで、全てのことにおいて初めてですね。入れてきました。はい、ということで、本日はウッディウッディの禁止交換、9本しかできませんでしたが、同じ作業なので基本は、まあ無事にね、今禁止に入れてる子たちは成長してます。ほぼほぼオスの交換になっちゃいましたね。やっぱり禁止に入れてるオスの方が成長が早いかなというところが伺えると思います。はい、あとまだ10本交換しなきゃいけないのがあるので、あとはマットのやつはやっぱまだちっちゃいんですよね。成長の差は出ちゃうんですけど、まあこうするとちょっと、まあ、浮かずれもね起きやすくなるので、今後この過程がどうなってちゃんと成長になるかっていうのも、全部ドーンウッディですっていう風な動画には、まあ、ならないと思うんですけど、成長に差があるので、まあちょっと引き続きですね、経過を動画にしていきたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイチャ。